Thank you.
生命体の数が増えてる。原因不明。バンカーにレーザー通信での呼びかけを継続。了解。まだ中に敵が。このまま放ってはいけない。
機械生命体の数が増えてる。原因不明。バンカーにレーザー通信での呼びかけを継続。了解。
ルビー、大丈夫？急に奴らがキャンプになだれ込んできて応戦したんだが銃が効かないんだ。敵個体からエネルギーシールドを確認。推奨近接物理攻撃。わかった、あなたは他のアンドロイドを退避させて。頼む。ありがとう、トゥービー。助かったよ。一体何が？わからない。奴ら急にこの拠点に攻め込んできて。何？キャンプの外から聞こえたぞ。またこいつか。
丈夫？いや、命中してよかった。俺は全部全部破壊してやる。大丈夫？大丈夫。この化け物を倒す。分かった。出てくるの。こんな風どうすれば。トゥービーさん、聞こえますか？トゥービーさん、私たちの村が。あ、パスカル、聞こえる？クソ、
ネットワークにぶら下がっている機械生命体が全部暴走したらしく、村の入り口を封鎖して応戦しているのですが、私たちの武装では。まずこいつを排除する。何があったんだ。ネットワークに接続されている全ての機械生命体が一斉に暴走したんです。おそらく全体を統括しているユニットが暴走したかと。イブって機械生命体だ。その統括しているユニットを破壊すれば全体の活動が停止するの。おそらく。ポット、イブの位置を特定できる。報告、位置はすでに特定。地図にポイント完了。私たちがイブを倒す。パスカルは村を守ってて。お気をつけて。姉ちゃん。これは広範囲に強制通信を撒き散らしているみたいです。おそらくこの強力な通信が敵の機械生命体を凶暴にさせているんだと思います。イブを探し出して破壊しましょう。了解。たのか。お前たちも思うだろう。こんな世界意味がないって。俺にとっては兄ちゃんだけが全部消えてなくなる。何それ。多数の機械生命体からのエネルギー供給と推測。
ネットワーク経由で周りの奴らのエネルギーを吸ってるのか。このままじゃ拉致が開かない。イブをハッキングして停止させてみる。トゥビー、援護して。了解。ハッキング中の 9S 本体を防衛する。敵個体が接続されているネットワークは妨害。予測、 9S のハッキング成功確率は低い。推奨、 9S。 うるさい。 9S がやれるって言ったらやれるんだ。FFCS 破損、遠距離攻撃が不可能。
じゃ。しちゃった。イブのネットワーク分離時に物理汚染されちゃったみたい。そんな。大丈夫。バンカーにあるデータで巻き戻ることはできるから。でもそれじゃ。今の君は戻ってこない。そうだね。汚染データをバンカーにアップロードするわけにもいかないかな。はい、イエス。データ信号が共鳴し合って、
僕、パーソナルデータを機械生命体側に残していたみたいで、なんか気づいたら周囲のネットワークの上で自我が再形成されたんだ。こうやって複数の自我が統合されていくのは貴重な体験だから記録しておきたいんだけど、まだ保存領域へのアクセスができてなくて、とりあえずこの辺りにある敵のメモリーに多重化して保存しておいた後に僕が自分のボディに戻ったという。よかった。機械生命体と私たちアンドロイドを分かつものは何だろうか。意志と感情を持つに至ったロボットたち、彼らが死の間際に振り絞る最後の叫びが今もまだ私の中に残っている。Even if our words seem meaningless, like I'm carrying the world.
searching some way somehow that I could save everyone.